あ、出てるよ。奥に動いてたりしない？本当だ。え、何？え、違う。あれ？うわ、あれ？もう何にも分かんなくなっちゃった。なんだ、俺らの知ってるあれと違うよ、ロックマンとは。本当だ、全然違う。ロックマンと、うん、まあ皆さんは20年経っても大して変わらないんでしょうけどね。どういうことだ、急に。なんだよ、頭なんか。さて、このロックマンダッシュ3はフリーランニング RPG といって、自由にフィールドを駆け回ることができるの。例えば空き缶を蹴ったり、街を走っている車にちょっかいを出したり、ゲームのシナリオとは直接関係ないこともできちゃうのよ。あ、いろいろできちゃう。そうなんですか。好きなことができるんだね。ま、頑張って隠しちゃう。おい、もういるよ、なんかすげえでっけえのが。おぉ、ここやで、もう一回の実力ってやつを見せておかねえと。すげえ強そうじゃん。すげえ怖そう。なにこれ、もう一回の実力見せんの。うわ、来るよ。うわ、来た。うわ、来た来た来た、危ない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 、逃げろ。これロックマンじゃな。あれ、本当だ、ヘルメットかぶってるし、青くもないよ。うん、なんかある。何？バレット君らしいよ。バレット君、うん、ロックマンじゃねえんだ。うん、あ、そっか、また別の。どうしたか、なになに、なんで、なんで今あんないけど、ちょっと今出ちゃったから。どういうこと。どのボタン押したら出たんだよ。ちゃんと倒す。下画面を操作すると特殊武器が使えるわよ。あ、下なんかボル系の、ボル系のレギンスつらある。ボル系のレギンス、ボル系のレギンス、お、なんか赤いの履いたよ、ほら。お、ほんとだ。お、キックイクイク、狙ってよ、狙ってよ。どこにキックじゃん。あ、来た来た、ほら、いいよいいよ、ボルケーノレギンス。いいんじゃん、いいんじゃん。 L ボタンで録音よ。 L ボタン、うん、あ、ちょっと L ボタンで技みたいになっちゃってるすごいんだよ、すごい。これ言ってるだけ 3D がすごいんだよ。いや、あのさ、集中して試合にね、はい、忙しいこれ。 3D がすごいんだよじゃねえんだよ。興奮するしL ボタンでもねえし。離れよ、離れよ、離れよ、離れよ。そこでいい、そこでいい、そこでいいって。嘘だよ、多分。あー、 3D なんで飛び込んできた、飛び込んできたんだよすげえ。あー、うわ、すげえ。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。よし、今、今近づいて、よし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 、いけいけ、そら、ほら、やばい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 。 L ボタン使えない、 L ボタン、 L ボタン、 L ボタン、やばい、来た。さあ、飛び込んでくる。よし、今今今今今今、楽しそう。ああ、今どういう状況、どういう状況、やばい。はあ、負けた。これは、え、はい、終了。ええー、それここにね、そうですね、 3DS がね、まあこれ制作途中のね、はい、あの、はい、まあ経緯のものを皆さんに見ていただきたいなと思いまして持ってまいりました。開発機材からね、今出していただいてますが、はい、直接、はい、動いてる動いてる動いてる、はい、音は出ないですか。音はもしかしてそっちで絞ったら。あ、じゃあこっちで、うん、こんなの見たことないよ。ハルト、データ送るね。エアロちゃん、かわいい、かわいい。はい、このね、あの、今回バレットっていうキャラクターなんですけども、近接攻撃と遠距離っていうのを使い分けることができるキャラクターになってますので、うん、ですね、蹴ったりですね、走ってる走ってる、はい、あ、壁も登れるんだ。で、走ってですね、壁を登るっていうのアクションも、うん、割ともうどっち方向に行っても自由に、そうですね、はい、自由に走り回れるんで。照準とかって自動ですか。これはね、ロックオンボタンがあります。あ、はい、これで狙いを定めてね、打っていきます。怒ってる怒ってる。いやー、ちょっと集中して、ちょっともうちょっと喋らなあきませんね。いや、全然集中して、みんな集中してますよ。だって
これ初公開じゃないですか。そうなんですよ、ちょっとね生放送なのでちょっと緊張しておりますが、これはもう一回世界初公開ですよね。そうですね、はい、今日世界初公開という形になってますんで、なんかカウントダウンでした。これあれ距離です、距離、あ距離があるんで、はい、分かりやすいですね。なんか近づくにつれてちゃんと距離が出てる。かなりですね、アクションの方もですね、軽快なアクションになってますので、はい、まあ、もう本当にダッシュの名に、名前の通りね、もう思いっきり街中走り回れるように作ってます。そうですね、あのみんなが支持してるダッシュの良さが残ってますね。そうですね、はい、でまずですね、これ実はですね、まあユーザーさんとですね、まあ、開発していくという形でですね、まあ、ゲームの方をですね、まあ、早めにちょっと見せたいということでですね、まあ、かなりこう開発の初期段階のところではあるんですけども、まだこれからね、いろいろこう進化ブラッシュアップあると思うんですけど、これを見ていただいてまたちょっと皆さんに意見をいただいて、そうですね、ここからまたですね新たにっていうところも、ちょっとできたらなというふうに思っています。まだこれを見てですね、なんか新しいアイデアとかですね、あるいは希望とかあったらじゃんじゃんとね、メールとかしましょうよ、コメントとか。そうですね、それが本当にこのゲームを良くしていくっていうことになりますんで、うん、はい、あ、お寿司屋さんある、へぇ、あ、寿司食いね、いやまあ今のはちょっとあのファンの皆様にはあのおなじみのキャラクターだったんでお見せしておきたいなと。じゃあ、あ、今回すごいですよ、シャルクルス。シャルクルス。ファンの皆さん、シャルクルスすごいですよ。あえて深くは触れませんが、なんかね、やけにね、力が入ってるんですよ、シャルクルス。思い出が強いのか。スタッフさんもシャルクルス好きな方が多いんですか？そうなんですよ。今回ね、四つん這いになってガサ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 ってね、お声ができますから。おー、すごいですね。はい、ま、他のミッションとかももしかしたら、はいね、見せていただけるんですか？はい、じゃあですね、はい、あ、もう少しですね、別のところの色の違う感じの、はい、はい、ミッションをお見せしたいと思います。あ、もうパパなんて信じらんの。あ、いいな、あのノリ。スカッとしたいからどうか連れてって。仕方ねえな。あんみつでも食いに行くか。うん、食うんですね、あんみつ、うん、今はカットしたいから。あ、でも欲しいな、クロさんがいるから。ダメダメ、セロさんも浮気しちゃいけない。どこかに連れてって。そうですね、あー、はい、これもあるんだ。そうですね、バイクで、バイクでですね、あのエアロがいろんなところに行きたいっていうんで、それをちょっと連れていくっていう、街中を、まあ、うろうろするっていうのがミッションですね。本当に戦うだけじゃなくて、こういう本当に日常だったりみたいなところの、エピソードだったりっていうのもたくさん入っているのがダッシュの魅力になります。 3D 空間をね、こう自由に歩き回るだけで、動き回るだけで気持ちいい、いつまでもいいなと思える時間がね、流れていくっていうね。あ、ここゴール。そうですね、ここがこれゴールですね、うん、で、そうだ、バレット、たこ焼き食べない？最近オープンしたたこ焼き屋があるんだ。面白そうですね。ちょっと待って、これってなんかすごくリア充っぽくないですか？リア充リア充ですよ。いいな。いや、もうね、うちの開発チームにはね、こうリア充をこの辺から、いや何も言うまい。いや、でも何ですか？いいな。ものすごくね、あのリア充に憧れるね、あの羨ましがっているこの男たち あのこれがリア充だっていうね、その情念がこう詰まったミッションですね。あ、リア充だとたこ焼きになるの。リア充はそうですね、想像だと。タコボーン、いいとこ皆さん気づきましたね。そこの2人乗り、すぐ俺のフライキャリアの2人乗りは禁止されている。まだ警察。私たちは傍若無人、天下御免のガーター族。警察なんかの言うことなんて聞かないもんね。おー、すごいこと言ってる。警察なんてぶっちぎっちゃって、開拓の門まで行けば警察も諦めるでしょ。わ、
言うこと聞くんだ。わお。近道しながら。そうですね。まずマイクの方もですね、結構いろんなアクションがあったりします。あ。あ気にしない、怖かったんだな、あんまり無茶な。でもバレットがいたから絶対ここは空気がきれい。大丈夫ですね。これはなかなか聞けないですよ。こんな思い出ありますか、北林さん。 ありますよ。分かんなくても大丈夫ですよ、はい、すいませんでした。そんな思い出ある人にはね、これ作れないですよ。願望がないと。そう、願望をね、こうやって形に。そうですよ。これが一番の原動力じゃないですか。おお、結構強引に登っちゃった。今日強引すぎる。でも矢印で目的地が毎回わかるっていうのがすごくいいですね。わかりやすい。ここから見える海が。まあ、結構広い街を今回ちょっとチャレンジしてみたんですけれども、けどあのロケットができて以来ちょっと海が見えなくなっちゃったんだよね。あれって空よりも高いところまで飛ぶんだよね。すごいな。どんな人が作ってるんだろう。きっと腕のいいメカニックなんだろうな。はい、じゃあそろそろ、はい、サイトに書き込めるんですよね。そうですね、サイトに書き込めますので、ゲームに、はい、これがですね、実は、先ほどちょっとご紹介させていただいたユーザーさんからも紹介させていただいたこのキャラクターだ。あ、はい、そうですね、動いてます。はい、あっという間なんですね。はい、いや、あっという間ってほどではないんですけど結構かかってます。はい、実はすごい。でもちゃんと 3D になるんですね。あの、はい、この人たちですね、はい、ちょっともう組み込まれてますんで、ちゃんと戦うことができます。もう一個だ。私はやっぱりそのユーザーさんのからの、アイデアがそのままもう形にどんどんなっていくっていう、そういうところが、やっぱりこのゲームの、楽しいところなんで。ちゃんと多分ね、ユーザーさんの考えた動きとか攻撃とかっていうのが、ね、そうですね。そのまま動き、ね、形に現れるんですね。激しいんですよ。ボス戦なんですけどもね、はい、このさっきのね、あの広いあのステージを走り回るのもあれば、このような大きいボスを相手に戦うミッションも盛りだくさんで、こう、まあ、ダッシュらしいね、あの世界をまあ駆け巡る大冒険が楽しめるんじゃないかなと思いますよ。いや、楽しめますとも。そうですね。はい、